英ゲ海は地中海の一部を構成する海域。地中海の東北部にあたり、西と北をバルカン半島、東をアナトリア半島に囲まれた入リ江状の海である。古くは固有名詞で多頭海と呼ばれたこともある。代表的な多頭海であり、多くの島々が所在する。英ゲ海は以下の名称でも呼ばれる。英ゲは古代ギリシャ語で波を意味した。英ゲ海はギリシャ語で アルキペラゴスとも呼ばれた。この言葉は、主要な海を意味する。この語は後に、一般名詞化し、多頭海や、諸島、群島を意味する、アーキペラゴの由来となった。英語で語頭を大文字とし、定冠詞を付した、ザ・アカペリゴは、英華海のことを指す。ザ・アカペリゴに対して日本語で、多頭海というわけが当てられることがあるが、上述の通りもともとの老下をたぱい。 ラムダアルファーガンマ自体には、島が多いという意味は含まれない。神話によれば、テイセウスが、生贄の一人として暮れた島へ向かう際に無事、脱出した場合には船に白い砲を掲げて帰還すると、不幸、アイゲウスに約束していた。しかし約束を忘れて、出港時の黒い砲のまま帰還したため、アイゲウスはテイセウスが死んだものと勘違いして、絶望のあまり海へ身を投げて死んだ。 この工事より彼の名にちなんで、エーゲ海となったとされる。エーゲ海国際水路機関は、地中海の海に八つの海域を定義しており、エーゲ海はその一つである。国際水路機関の定義によれば、その境界は、以下の各地点を結んだものである。南以下の各地点を結んだ線。ダーダネルス海峡アナトリア半島のクーム・ケールから、ガリポリ半島のヘレス岬に至るせエーゲ海の、 南では、その他の地中海とダーダネルス海峡では、マルマラ海と接する。定義によっては、南西にイオニア海と南東にレバント海と接するとされることもある。エーゲ海の一部を以下のような海の名で呼ぶことがある。このほか、以下のような湾がある。詳細は、エーゲ海諸島を参照エーゲ海は大小を合わせて、およそ2500の島々が浮かぶ多島海である。 大半はギリシャに属しているが、ボズジャーダと玉チェアダについては、トルコ領となっている。エーゲ海の島々はいくつかの諸島に分類される。北エーゲ諸島、エビア島、スポラデス諸島、キクラデス諸島、サロニカ諸島、ドデカネス諸島、それに、クレタ島である。エーゲ海沿岸は、リアス式海岸が多く、天然の良好になっている。しかし、古代、中世には、 エーゲ海の航海は決して安全なものではなかった。周辺はエーゲ文明の発祥地。古代にはクレタ島のミノス文明とペロポネソス半島の未経年文明が誕生した。さらに時代を下るとアテナイアスパルタに代表される多くの都市国家により形成された古代ギリシャ文明が生じた。他にもペルシャ、ローマ帝国、東ローマ帝国、ベネツィア、そしてオスマン帝国が 平華海周辺に国家を形成した。ヨーロッパとアジアを結ぶ中継地として、中世以降も繁栄した。火山島が多く、大理石や鉄の産地でもある。クレタ島のような比較的面積の大きな島には、肥沃な高地が広がるが、多くの島は農業に適していない。しかし、地中海性気候のため、まばゆい太陽が輝く夏季には、太陽に恵まれない地域から、 多くの観光客が訪れる。ありがとうございます。